シャープ5です。はい、シャープ5にもつれ込んでしまいました。はい、もうですね、やばいです。はい、カルナさんのすり抜けが多分精神的に一番来ているんでしょう。まずいです。はい、ということでシャープ5引いていこうかなと思います。はい、時間は空けてるはずなんですけどね、時間は空けてるつもりなんですが、どうしてでしょうか。なぜか知りませんが、 FGO 君は俺に意地悪をしてくるようです。なんで？もうここまで来たらなんでっていう形になるからさ、本当にさ、ランサー出てくれよ、マジでさ、もうそろそろね、本格的に俺は許してほしいって思うよ。うん、確率論的にもうそろそろこのタイミングで出るはずなんだけどね。うん、確率論的に出せっていう気持ちがすごい濃厚になってるんで来てほしいんだけど、俺グダグダとこんなに相性悪かったっけなーっていうのすっげー疑問に思ってるんだよね。いやー、どうだっただろう。違う、嬉しい星4霊装だけど違う、そうじゃないってなるからやめてください。はい、言葉はもういらないよ。言葉はもういらない。あるのは回し続けるこの精神力がいかに壊れないかっていうことだけです。壊れそう、もうだ、輝いてほしい。フィンマックールさん、お願いします。俺に輝きをください。そして龍馬をください。どうしてな、マジで。なんでさ、毎回さ、なんかよくわからん概念霊装が毎回ポロポロ来るんだよ。せめてピックアップの霊装、だから、なんかもう、とりあえず喋ってはいるんだけどさ、喋ってる内容全部さ、多分、丸々思いっきりさ、カットしまくりしてるからさ、なんかすげえ、多分、編集してる時に俺多分あれなんよな。悲しい気持ちになってるんやろうな、絶対。なんだいたいね、15分ぐらい喋ってることあるんだけど、まあグダグダとね、12分かなぐらい喋ってること多いんだけど、なんか下手しもうそんなんいらねえっつって2、3分ぐらいのコンパクトになりそうで俺は怖いです。この演出は輝きですか、本当に。まあ、ピックアップやしな。ピックアップやし。ピックアップが仕事したって考えたらプラスやしな。はい。ありがとうございます、本当に。そっちのピックアップはもう終わりでええんやで。長えな。思った以上に長いの。いや、もう、星4は出てくれるんだけどな。星5が出ねえな。マジで。シャープ5、地獄がずっと続いてます。もう心が痛いです。はあ、頼む、ここで出てくれないと俺もうやばいよ。マジでさ、結構ギリギリよ。いやー、もうどうせだったら星5サーバントずっとすり抜けて無記名いっぱいの方が嬉しいんだけどね。絶対そういうわけにもいかないからね。だから最後の最後で最低保証出されるともう精神が、あ、まあそんなもんでしょう。違う、沼だー、マジでかよ。もう毎回違うピックの霊装来るなー。仕事してくれー。
沼だよ。沼すぎる。マジで。これシャープ何ぐらいまでいってるんだろうな。なんかシャープ下手し8ぐらいまでいきそうで俺恐怖なんだけど。なんでなん。マジかよ。ああ、やっと来た。ああ、もう長かった。長かったわ。ワンちゃんと一緒に来た。もうこれちょっと最後シャープ後にまとめっか全部。ランサー坂本龍馬、召喚に応じ参上した。そして相棒のお龍さんだ。よろしくな人間。とはいえ僕がランサーとはね。それにこの槍、そうか、どうやら僕も大会に出る時が来たようだ。そうだ、その時が来たんだぞ。あ、行くとしよう。共にわだつみの腹へ。ヒゲだー。ギリギリヒゲだー。もうやばい、今月の課金額俺見たくねー。あーやばい、多分逃げたいってる。怖い。あーという、もういろいろな嘆き含みもありましたが、なんとか、龍馬引けました。はい、いや、なんかもう終わります。はい。もうね、声にするのもね、もうね、何もなくなってきてね、精神がね、結構ね、病んでます。はい、もう次回の新規ガチャは50連で引きたいな。はい、ということで今回ここで終わりにしようかなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.